この広がり方でも違ってくるでしょうね。そうそうですね、広がり方は、うん、これ絵の具にちょっと薄めるんですけど、水で、うんうん、1色目2色目3色目4色目でどんどん薄くしていくんですよ。そうしないと絵の具がいっぱいになっちゃうんで、それ以上広がらなくなっちゃう。そこがねちょっと難しいというか、うんうん、大きさはいつもこの大きさで作ってるんですか、それともっと大きくする？3つあります。3つある、うん、もう一回り大きいのと、うん、もうちっちゃい。本来は、うん、まあ四六半歳ぐらいのこういうのがあればいいんですけど、大変じゃないですか。大変だ売ってないんですよこれで、まあ、作るしかない、うん、でそれはそう、僕は本人しか使わないので、うん、だからその都度取るんですよ。で例えばこれだと A4 の見返しになるんですね、ちょうど、うん、だから同じものに2つ作るんです、うん、A4 のつまり伸びしろがありますよね、その当然ね、これがね今A 版半彩かな、うんうん少しもみ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 する面白いね、映りやすくなる。単純に取るっていう方法もあるし、こうやって揺らしてこうウェーブ、だからこれがさっき言ってた、この前言ってたやつ、はいはい、ウェーブするとこんなすいたこういうふうに波打つんですよ。なるほど。それが今やったやつです。で、まっさらの紙でやるとこう放射線状に綺麗に入る。で、それがこうもみもみするとこう途中で折れるんですよ。こういうふうにコキッと。なんかオイルみたいになってるんです。でも今の飲み物だとそう強く揉んでるわけじゃないですよね。もっと強く揉むと、もうこれがこうなんか。要するにこういうのが増えるんですよ。まあこれもアクシデント系なんで汁取ってないんですよ。これで最後きれいにする。新聞取るより100均の半紙の方が安いから。